琴平白天シロは、天狗竹か天狗竹族属に属する、キノコの一種である。傘の裏面傘は半球型からほぼ平らに開き、計6から10センチメートル程度、湿った時にはやや粘性を帯びるが乾きやすく、乾くと、剣士のような光沢を表し、ほぼ白色の地に、同色の外皮膜の破片が散在し、周辺部には上光を生じない。肉は薄くて、白色を停止。 傷つけても変色することはなく、ほとんど無味であるが、カルキに似た不快な刺激臭がある。水酸化カリウムを滴化しても、低色反応は示さない。ヒダは、やや密で柄に、理性し、比較的幅狭くて、クリーム色を呈し、縁は幾分、古上をなす。柄は、長さ10から14センチメートル。 径 1>, 1から1.8センチメートル、中ほどより上に比較的脱落しやすく白い唾を備え、唾より、下の表面は消え去りやすい面屑状の付着物を、こうむり、基部は急に膨らんで、やや球状となり、膨大部の縁には、白色の粒状ものをつけることがあり、中空である。奉子門は純白色を呈する。奉子は高大円形やや長い楕円型で無色、薄壁。 内部に1個の湯滴を含み、要素溶液で炭性灰色に染まる。飛騨の縁及びつばの上面には、農場、円筒状でしばしば短く細い脚部を備えた無症細胞が存在する。端式の基部や菌糸の核壁部には、通常はカスガイ連結を有する。また、外皮膜の組織には、通常の菌糸の他に、創生児場、休農場に膨れた細胞が多数。 混在している。夏から秋、主にブナカの紅葉樹の林、もしくはそれらに、新葉樹が混じった林の地上に、個性内支流する。おそらく、樹木の細根から栄養を得る、外生菌根菌の一つであろうと推定されている。今のところ日本及び、中国からしか記録がないが、ブナカの樹種が分布している地方であれば、蒸気以外の国からも将来は見出される可能性が、 ある。日本国内における分布域については、少なくとも本州では各地に普通に産するもののようである。なお、本州のタイプ標本は、香川県琴平町の琴平山で採集されたもので、和名及び、首相名も基準産地の名にちなんで与えられている。玉城に竹は飛騨が白色を呈し唾が比較的長く残ること、傘の表面に散在する。 外皮膜片が扁平なかさぶた状をなさず、尖った塩水状を呈すること、肉にはほとんど周期を持たないことなどで区別されている。また、北米東部の海から記録されているアマニタミクロレピスは、ことひらしろ天狗竹よりも胞子が大行で、傘がクリーム色体化、単光色を呈すること、ヒダもより濃色であることや、つばが崩れにくく比較的長く残ることなどの点で、 異なる。本種が原因であると確定された中毒例はまだ知られていないが、食用になるか否かはまだ不明である。しかし、分類学的に近い位置に置かれる玉白煮竹が有毒成分を含むという報告があることから、現時点では本種もまた有毒種として扱っておくのが無難であると考えられる。ありがとうございます。